こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。お願いします。今日は髪の毛が広がっててもおしゃれに見えるポニーテールアレンジを紹介したいと思います。はい、梅雨も始まって気分が下がってる方もいると思いますが、ヘアアレンジをして少しでも気分を上げていきましょう。それでは動画スタート。ホリスティックキュアの 26mm のコテを使います。だいたい 3-4cm くらいの毛束を取って外羽に毛先を巻いていきます。湿度が高まるこの時期は結構カールが緩みやすいので、しっかりと細めのコテで巻くと持ちが良くなります。こんな感じでしっかりと巻いてください。 AB ヘアオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらに伸ばして毛先から順に表面まで伸ばしていきます。この時もしっかりとつけて髪の毛を潤わせてあげてください。前髪と生え際の隙間を埋めるように遅れ毛を下ろします。だいたい 1.5 センチから1センチくらいの幅で下ろすとちょうどいいと思います。もみあげに関してはマスクを最近する人が多いので絡んでしまうので今回は下ろしません。耳ラインよりも少し下の位置で髪の毛を分け取ります。上の髪の毛をだいたい後頭部あたりでまとめて結んでいきます。下の髪の毛を半分に分けます。左側に下から指を入れて空洞を作ります。空洞を作ったら右側の髪の毛を左手に渡します。このまま下に引っ張ります。毛先の部分を下に持ってきてゴムで結びます。次に反対側に下から指を入れて空洞を作ります。左側の髪の毛を右手に渡していきます。そして下に引き出します。毛先の部分を下に持ってきてゴムで結んでいきます。ゴムの部分を押さえてトップの部分にボリュームを出していきます。指で少しわしづかみにしながら引き出します。通した髪の毛を少しだけ引き出していきます。反対側も少し引き出していきます。最後にもう一度毛先にオイルをつけて潤いを出したら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。ポイントはここに下から指を通すことなんですけど、きっちりがっちり結びすぎちゃうと指が通りづらいので、ゴムは気持ち緩めに結んであげてください。それとここを通すことで
ゴム隠しが簡単にできますので、ヘアゴムもいらないアレンジになってますので、すごく簡単になってます。梅雨の時期広がりやすい方、アホ毛が出やすい方、ぜひこのアレンジをして気分を上げていきましょう。バイバイ。